プリンです。今回なんですけどもヒロアカガチャ引いていきたいと思います。でまあちょっとねせっかくなんで顔出しでね、今回やっていこうかなっていうところで、ただねこのカメラっていうかまあ動画撮ってるのがこれパソコンのカメラで、しかも部屋暗くてまあなんかちょっとね怪しいんだけど、まあ今回はね、せっかくなんで、まあ動画付きでね、動画とか顔付きでやっていこうと思います。でどうしよう、とりあえず新キャラをね欲しいんだけど確認していい？オールフォーワン、あと何、あホークスか、ホークス、あとプレゼントマイクで、あとなんだっけこの読めないけどな、この人を操るみたいなやつは多分俺確定で買えるわけじゃん。あと星5から、電気、電気って読むんだっけ忘れたな。まあただこの辺りが欲しいっていうところ、まあとりあえず無料分と確定ガチャがあるので、まあ、やっていこう。120円で使わなかったわ。まあ、それいいか。懐かしい。2回目だよね、ヒロアカくんの。さあ、ということで、とりあえず、待って、ダイヤって、これダイヤって当たりか？これ1体しか持ってないよね。あ、もう、そうだね。オッケー。まあ、ダイヤ出たらでかくない？これは、ダンジョンのやつ。ダンジョンのやつね。で、なんで今回ね、この動画、まあ、顔出し、やっていこうかと思ったかっていうと、僕がね、パズドラで目指してるところは、まあ、もう、どうなんだろう。今はあんまりパズドラされてない方だが、これ7角で、めっちゃ大事。これめっちゃ大事やで。交換できるやつ、エンデバー。まあ結構好きなキャラですけどね。結構好きなキャラだけど、まあちょっと残念。よし、行くか。じゃあ40回分石用意しました。はい。で、そう、なんでね、なんだっけこれ。動画をね、出そうかと思ったかというと、これ1体しか持ってなかったからよっけ、主役。僕が目指してるところはね、サスケさんっていうパズドラーが昔いたんですけど、まあ、今もね、パズドラはしてないけど、YouTube 活動はされてるんですけど、まあ、その人をね、僕は結構見てパズドラをしてきたので、まあ、コスケさん、サスケさん世代なんですよ、パズドラは。だから、そのあたりをちょっと目指していきつつ、あとは僕がね、ちょっと新キャラ、熱。OK。僕が昔、シンさんだっけな。今ちょっとね、もう見なくなっちゃったんですけど、なんかね、っていう方がいて、まあ、その方がね、すごい楽しそうに、あ、これも新キャラじゃない？ああ、見逃したけど新キャラだわ。なんかすげえ楽しそうにね、パズドラしてる方がいて、で、その方もね、顔出ししてやってたので、まあ、僕もちょっとパズドラ顔出していこうかなっていうところですね。こいつはいっぱい持ってんのよ、先生。で、ヒロアカに関して言うと、まあ、一応電子書籍で僕全部買ってて、一回は読んだね。一回は読んだけど、あんま分かってない。これいた？これは前からいたね。だからあんまり、ちょっと広が分かってないけど、なんとなくこのキャラがどういうキャラだったかぐらいは覚えてる程度。まあ、ちょっと一回読んだだけだからね、あんまり記憶残ってないわ。ただ、今回使ってみたいのが、新キャラで言うと、オールフォーワンか。オールフォーワンを使ってみたくて、ちょっと2体欲しいかな。あ、この子可愛いよね。戸賀文子。はい。この子可愛いです。で、昔、一昔前にこのヒロアカのガチャが来た時は、僕、まだヒロアカ読んでなかったんで、この戸賀文子がなんで、主人公の仲間みたいな女の子に変身するのかとかよく分かってなかったんですけど、まあ、その辺はね、今僕、分かっておりますと。ちょっと待って、新キャラ怪しいな。とりあえず、そのダイヤ、星6の2体が出ればいいわけやろ？何やと何やか忘れたけど、その2体引けばいいんだよね。でさ、この環境、今、環境面の話するとさ、いや、部屋が暗くて、実はこの辺に、ここか、この辺に、なんだこれ。スマホのライトを照らしてんのよ。昔のスマホの。で、それでなんとか明るさを保ってて、今めっちゃね、眩しい状態でやってますね。で、スマホで動画撮ればいいかと思ったんだけど、ちょっと古いスマホでね、ちょっと、あ、これ強いやつやない？ミリオ。これさ、前回ミリオがクソ強いって言われてて、でも、一体しか引けなかったし、その一体引くのがめちゃくちゃ強く、なんだろう、きつかった記憶があんのよ。ポロッと出たね、今回。ポロッと出たわ。でさ、スマホで撮ればいいと思ったんだけど、なんか昔のスマホなんかちょっともう、画面黄色くて、来た新キャラ、ホークス。ってことは、あと一体出れば、まあ、ガチャは卒業かな。で、今回エンデバーが、今一体元から持ってて、もう一体欲しいなと思ってたから、まあ、一応さっきの確定で出たのはちょっと良くて、で、なんだっけ、これ。この人。このガチャドラの人は2体持ってたけど、もう1体欲しいなって思ってんのよね。そこ交換するかなっていうのと、オールフォーワン。ワンフォール、オールフォーワンか。
が、まあちょっと使ってみたいから、まあ2体欲しいかなっていうとこ。まあ交換してもいいんだけどね、全然ね。うん。で、これさ、どうなんだろう、これ実際さ、こういう、ああ、もうめっちゃカメラも曇るし、カメラじゃねえや、メガネ。メガネが曇り出した、マスクしてるから。本当はさ、どうやって撮ってんだろう、みんな。スマホとかでいいんかな。でもスマホもさ、その立てるやつもないんだよね、スマホ。あ、これ違うわ。これはなんだっけ。ライバルだね、ライバル。ライバル結構3体、4体持ってたわ。ライバル引きました。え、何がないんだっけ、待って。あれか。ハンターじゃない。これなんだっけ、ハンターじゃない、ヒーロー。ヒーローの、なんかプロヒーローみたいなやつだよね。あ、てかもう石なくなってきた。普通に。だから、ヒロアカ6個で引けるからね。結構まだ引けるわ。あと思うところは、なんかあんま、どうなんだろう。ここまですげえ強いキャラみたいのがいない気がするんだよな、ホークス2体目。だから、正直、まあ、無課金の人とかは、あんまり引かなくてもいいガチャな気がしている。どうなんでしょう。忘れてた。もう全然名前とか覚えてないや、キャラの。友達だね。学校の友達。これも学校の友達で、どっちかというと学級委員的な、学級委員的な人だったよね。で、さえもごめん。もうさ、髪型とかもすごいボサボサよ。もう、シャワー浴びてさ、今日ジム行って、めっちゃ出るな。ジム行って、帰ってきて、風呂入って、で、動画撮ってるから、もうなんかもう、疲れてるけど、でも、やっぱ撮るなら初日だろうと思って。やってますね。で、今日給料日なんで、まあ給料日だけでも余裕はないか。あ、ダイヤ来た。来い来い来い。あ、ライバル。ライバルの人ね。いやー、無理かな。でも追加したくないよな、正直このガチャ。ね。あ、そう、あとなんだっけ、サーナイト。あれ?ナイトメア。サーナイトメアでしたっけ?やつがさ、なんか、7個無強化武器になって、まあ、結構良くないっていう、あれ。で、まあ、前回確定リット1体持ってて、今回も確定買って2体になるから、まあ、それは2体でいいかなって感じだけど、まあ、その辺がポロッと出たら美味しいよね。うん。まあ、結局1800円ぐらいするからさ、あれだって。あ、ポロッと出た方が嬉しいんだけど、どうなんだろう。残り8回。いや、全然チャンスある。ラス1でもうコンプだから、全然チャンスあるよ。ダイヤ出れば。で、金もだから欲しいのはあるわけよ。この辺は使わんわな。で、今回ね、マスクしてんだけど、これマスクさ、どうなんだろう。ちょっとね、ヒゲ濃いから、まあ、脱毛予定なんだけど、ヒゲ濃いからね、一旦マスクしてるわ。ヒゲ剃るのめんどくさかったし。マスクでいいわな。金。いやー、厳しい。厳しいぜ。なんだこれ、ダビ。読み方もわかんない。これ敵キャラかな?敵キャラっていうか、あれか。なんか誰かの弟かなんかだよね。こいつはトワイスだっけ?なんか敵キャラ。なんとなく覚えてるね。てか金めっちゃ金。めっちゃ金。めっちゃ金。やばいやばいやばい。ラス3、ラス3。ダイヤ欲しい、ダイヤ。やばいやばいやばい。って。まあ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 。もう1ダイヤぐらい出てほしいな。もう1ダイヤぐらい出てほしい。金か。言うて40回よ。さあ、ラス1。頼む。ダイヤ、ダイヤ。やば。めっちゃ金で出ましたやん。いいぜ。入手順で。ダイヤ何個出た?あんまり、てか金やばくね?後半の金ラッシュがやべえ。12連金じゃね?これ。うわ、えぐ。まあ、きついな。出なかったのが、プレゼントマイクっすね。これ武器さ、無交換武器なんだけど。あ?無交換武器なんだが?はい?マジか。まあ、とはいえ、今日はね、ちょっとこの辺で、まあ、あっという間でしたけど、終わりにしたいと思います。まあ、後々ね、追加とか、できたらいいかなと思うんですけど、まだちょっとわからんね。始まったばっかしだし。これさ、確定ガチャはさ、2回来るやつだよね。多分来週になったらもう1回確定、星7確定ガチャ来るから、そこのお楽しみだね。はい。ということで、今回は、顔出しでやってみました。よかったらね、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それじゃあ、バイバイ。